1番岩手佐藤智和、2番奈良三谷隆起、3番茨城吉澤純平、4番愛知金子隆、5番福島佐々木雄一、6番三重皿谷豊、7番和歌山東口義智、以上7名の対戦です。人気の方は3番1番そして3番7番この辺に2社単人気の方が集まりました。3連単でも3番1番から人気が集まっています。ただいまより発送いたします。第12レースがスタートしました。初日の S 級特選競争、スッと飛び出した1番佐藤智和です。前に上がっていきます。7番の東口義智、2番の三谷隆起、そして6番の皿谷豊です。4番は金子隆、3番の吉澤純平、5番の佐々木雄一と、この辺も前に上がっていきます。まずは3コーナーへと入っていきます。岩手の佐藤智和が前に上がりました。そしてゆっくりと3番の吉澤純平、前に上げてきています。前回静岡 F1 戦で今年早くも優勝と好スタートを切っています。今年さらなるグレード戦線での活躍も期待されるところです。その吉澤純平、つけては佐藤智和、タイトルホルダーです。ここ慶応閣は2012年のグランプリも走っています。あの時は土砂降りの雨でした。1番の佐藤、そして5番の佐々木雄一が3番手からです。さあ足の方はしっかりしています。3番1番5番、この辺が前段の位置、三谷隆起が4番手の位置取り。2017年この慶応閣でダービー王に輝いています。次の第72回大会も制してダービー連覇を成し遂げました実力者、2番の三谷隆起、7番の東口のマークです。高いレベルで安定した追い込みを見せてきます東口。その後ろから6番皿谷豊です。6番手先行まくりの軌道型、前回広島記念決勝に乗っています。ラスト4番金子隆です。ベテラン金子、2013年の立川グランプリの覇者であります。6番4番、この辺が近畿中部勢後方待機となりました。縦一列バックストレッチから3コーナーです。吉澤純平、つけて佐藤智和、そして5番の佐々木雄一です。3番1番5番前段、2番三谷が4番手、アクションを起こしていきますか。7番の東口、この辺が近畿両者2番7番です。その後ろから皿谷と4番の金子、さあその前から2番の三谷が上がってきました。残り2周の赤番です。さあ勝負どころ、2番三谷が前に上がって、外から6番の皿谷、この辺は行かせました。6番の皿谷が先頭、2番手4番の金子、近畿中部勢、そして2番の三谷うまく3番手、7番の東口、近畿の2人、この辺が3番手4番手、3番の吉澤、5番手から巻き返してきました。いいスピードで2番手まであっという間、6番皿谷も踏んでおりますが、外から3番吉澤純平のスピード、6番3番ともがき合いだ。インコース6番の皿谷、外から3番の吉澤、6番3番、ちょっと3番の吉澤純平苦しいか。インコース6番の皿谷が先頭だ。それでももう1回吉澤純平、まださあもがいております。さあインコース4番の金子隆、先頭6番の皿谷、2番手4番の金子、あとは2番の三谷、直線に入ります。6番の皿谷先頭だ。さあ2番から4番、真ん中7番、外は2番ですが、2番7番最後は1着争い、2番7番最後は1着争い、近畿両者での1着争いです。わずかに2番の三谷か。さあリプレイご覧いただきましょう。激しいレースになりました。もがき合いでした。6番の皿谷が踏ん張って先頭、あとは4番の金子、これで直線でした。直線に向いて真ん中を7番の東口、得意の追い込み、外は2番三谷、この2人の一着争いとなったんですが、どうでしょう。わずかに三谷、2着7番東口、この2人近畿両者です。2番7番です。3着どうか。
体勢的に見ますと4番車体勢有利かと思われますが、4番6番3着接戦です。正式決定までお待ちください。第12レース初日の S 級特選競争でした。12レース S 級の特選競争が終了しました。決定。1着2番、2着7番、3着4番。12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン電商複式27690円、シャバン電商単式27760円、三連勝複式247820円、三連勝単式27480140円、拡大連勝複式27470円、29804750円、4510円。以上でございます。